このまま新規感染者数の急速な増加、これが続いた場合、医療の逼迫プラス、さらにこの社会機能の維持、これに影響が生じる。政府は25日に道内全域を対象にまん延防止措置の適用を決める見通しです。期間は来月13日までになると見られています。混雑している場所や都道府県間の不要不急の移動を極力控えることや、飲食店には営業時間と酒類提供の制限を求めます。